こじ赤崎くせよ赤文字マシマシティーピーはい、お願いします。さあ、今回ローソン限定ニンニクが決めて豚醤油ラーメンということで、もう制覇しにかかってますねちゃんと各コンビニにあるんですね。あ、そうなんですよ、知らなかった俺。先日の2つの、店舗とはまたこちらもね、ちょっと比較していきましょうということで、はいはい、準備をしていきますが、あ、そして温めて、いきますが、こちら、1500ワットで1分、ね、コンビニでは温めやすいということですね。着丼もうできた。さあ、とりあえず着丼、はい、いたしました。こちら509円の税抜きということでね、まあ、税抜き価格は1円だけ安いんですけども、税込みにすると550円かかと同じ、はい、セブンよりかは41円安いです。はい、あ、じゃあ一番安いんですね、ローソンがとりあえず。あ、とりあえず安いです、値段で言えば。はい、で、ニンニクが決め手なんですが、ちょっと少ないようにも見える。その代わりですね、なんと200キロカロリー以上もヘルシーなんですね。結構低いね。結構低いでしょう。これはあの女性にもおすすめということで女性にもね、天地返ししてね、ちょっと麺の色がまばらになっちゃってたけども、うん、スープをこう浸して混ぜたら変わりましたんで、はいはいはい、その辺は大丈夫と。なるほど。でですね、これ麺は僕ね、ローソンが一番美味しいんじゃないかなっていう、もち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 感、弾けるような食感、これかなりのローソンの武器だと。店に近い再現でやっぱね。あ、そうそうそう、求めたいもんね、やっぱり。よかったです。で、野菜はですね、もやし量が多い、うん、で、野菜量だけで言ったらこれローソンが一番マシマシに近いんじゃないかなって。あ、そうなんだ。量だけで言ったらね、完全に今の時めっちゃコスパいいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、かなりいいっすよ。そして豚ちゃんですね、あ、びっくり、お、何がびっくりってね、はい、これファミマのよりも、分厚いんですよ。ファミマよりも分厚くて、セブンよりもまあちょっと薄いんだけど、だけどカロリーがさ200も低いじゃん、うん、どこを割いてんのかなと思って、うん、スープを飲んでみたんですね、はいはい、そうしますと結構マイルド乳化系、醤油感を抑えて仕上がり、うん、ところがラード感のですね、こってりしっとり感もある。どこに200が、ね、どこなんだと、はい、で、総評いくんですけども、野菜はあれ結局どこなんだ、どこなん、解明はされなかった、解明はちょっとされなかったそうな、気になるな。いやー、でもこんだけボリューミーなものを食べてるのに600キロカロリーぐらいしかないという、まあ、結局分かんないのが一番いいのかな。あ、まあ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 、うん、満足できて、そう、同等の満足感なのに、で、まあ、あれですね、マシマシレベルとしては 65.58、 ちょっとニンニクが少なめなのが響いたのかなというところはありますけど、はいはいはい、だけどやっぱり満腹度としては他の2店舗に引けを取らないので、なのに600キロカロリー、ヘルシーさでちょっと売っていきたいな、ローソン側の意見、ローソン側の意見で言うまさかだったけどね、行きたい、開発部の方3つのね、お店を、それぞれの特徴で言うと、僕のね、個人的な意見で言うと、はいはいはい、セブンイレブンは豚と、スープ、それからファミマは、野菜と、ニンニクがマジですごい、で、ローソンがヘルシーさということで、あ、また違った麺の全体、本当に三者三様の、三国志、おあれ、あ、そう、コンビニエンスストア三国志ってことでね、皆さんのこの木かな、ローソンは木かな、二郎家に限らずかもしれないぜひとも召し上がってみてくださいな。ごっつぁんです。Thank you.